はい、ジャズギタリストの小暮です。今回はジャズを始めたらまずは知っておきたい5つのコードということを、テーマに話をしていきたいと思います。なぜこのような、動画を撮ろうかなと思ったかというとですね、普通初めはですねフォークとか、ロックとかやった時にまずコードを覚えますよね。例えば Em、 多分これ Em ってかなりあれなんじゃないですかね、初めに覚える確率が高いですよね。あと Am とか C とか D、Dm とかG7G とか F とか全然苦労して F の壁をやっと乗り越えてここまで来たと思うんですよ。それでこんな適当なコード弾いてると、なんかこうやって弾いてると音楽になっちゃったんですよ。初めてのアコムみたいな、ね、あの別に金に困ってるわけじゃないけど、あ金に困ってますけどだけどそう、それでねこれカップをねこう動かしてやると、それで自分のキーに合わせて歌えたりなんかしたじゃないですかね。サザンオールスターズとか、あのアリスとかね、あの長渕剛とかさ、長渕剛とかあと何だろう、22歳の別れとかね、はい、うん、ちょっとだけモノマネ入ったけど、それでね、それであのそれはね、あの決まったコードをこうやって押さえてたからこそ、なんかそうやってすぐにこう弾き語りとかできたわけですよ。でもジャズってそういうものないのって言われた時に、実はあるんだけど、みんな初めそのジャズのコードって難しくて、テンションコードとかなんか複雑なコードをこう押さえようとして、それで結構挫折しちゃうってパターンが多かったんで、本当はそんなこと全然なくて、あの簡単なコードを5つ覚えるだけでほとんどのスタンダードって弾けちゃうんですよ。だからそういったものを、ぜひ皆さんにね紹介して、もっと楽しくジャズギターを弾いてもらいたいなと思って、こういう動画を作ってみました。それでですね、あの PDF がついてまして、これ2枚ありますんで、これすごい分かりやすくね、これ多分普通に PDF ダウンロードして、それであのいわゆる青本とか黒本とかあるでしょ、ああいうのをそばに置いてそれで弾けばあの曲になっちゃうんですよ。でまずそのとりあえず5つのコードっていうのをあのちょっとお伝えしますけど、ちょっとね厳密には10個なんですよね。だから2ポジションあるっていうことなんですけど、5つのコード2ポジションっていうことなんですけどね。でこれがまず1番目、シメジャー7、さっきくしゃみしたから鼻水がえっくしゃみ、すいません、Cメジャー7ね。これはあの この PDF にも書いてある通りですね、人差し指、薬指、中指、小指、これで押さえますね。でね、あの1弦と6弦はミュートなんですけども、1弦はね人差し指のこの腹とか、あと6弦は人差し指のこの上とかでミュートすることができるといいですね。で初めのうちはね結構このミュート難しいんで、まあとりあえずこの形は。でこれはまあ、度数とかあるんだけど、そういうの関係なくとにかく覚えろって感じなんですよ。これは絶対使うし、これプロになっても使うんですよ。だから絶対覚えてた方がいい、うん。でその次どうしようかな、隣がいいな、 C7 がいいね、 C7 右側ね、 C7 でこれはね中指をこうちょっと外したパターンっていうのかな、これ C7。その次 Cm7、 これは今度小指を外して中指をこうやって弾くパターンね、これ Cm7。 その次 Cm7 フラット5っていうんだけど、マイナス5って書いてあるね、これ一応フラット5っていう、マイナス5、うん、Cm7 フラット5、こうやって押さえます、ね、人差し指、薬指、中指、小指、これねこうやって押さえる人もいるかな、人差し指、中指、人差し指、薬指、こういう人もいるから、まあ別にどっちでもいいです。これでその次ですね、ね、よく聞いたことがある C ディミニッシュ、これですね、中指、これ薬指、人差し指、これ全部 C でやってますね、うん、でよくね疑問に思うかもしれませんけども、例えば C オーギュメントってのをよく聞いたことあるけど、とかアドナインスとか聞いたことあるけど、そういうのってのは、入ってないのかと。いやこれはね、あの他のコードそのオーギュメントとかはセブンスのコードが変化したもので、普通にセブンスを弾いてるだけでも代用が可能なんで、ね、そういうことはとりあえずこの5つさえ覚えちゃえばあのほぼほぼ弾けるんですよ。ということで次は6弦の方早速いってみたいと思います。6弦の方はね、
極限がルートになるとこうやって押さえます。これ C メジャーセブンね。よくねこういう風に押さえる人もいるんだよな、中指で。まあとりあえず中、その次ミュートでクス、あこれだ、中クスコ中か。でこのミュートの音はこの人差し指の腹で、ミュートしますね。あとこの1弦とかはこの辺かな、この辺にこの辺がこうギターに触れることで1弦が1弦よく鳴っちゃう人いるんですけどね、こうやってね、こうやってこれは1弦は鳴らさないようにしてやっぱりミュートしてください。人差し指のこの辺だと思うんだけどね、うん。でその次は、やっぱりこの右行ってセブンスにしましょう。こうですね、中指でミュート、また要はこのねメジャーセブンの薬指の音が半音下がるっていう風にイメージで、中ミュート、ヒトクスヒトって感じだね。これ C セブンで、C マイナーセブン、これはこうかな、だからこの薬指を取った状態で、これはあのこういう風に押さえる人もいますね。これは両方押さえられるといいかな。人差し指であの4弦から押さえるね。でその次はマイナーセブンフラットファイブってやつですね。マイナス5、これはこの2弦がこの状態で半音下がるから、こうやって押さえる、僕はこうやって押さえるんですけど、こうやって押さえる人も多いんで、これやっぱ基本なのかなと思うんで、一応指使いはこっちで中でミュート、薬指、小指、ヒト。テンションでこういうのがあるからね、こういう方が押さえやすかったりするんですけど、まあこんな感じかな。はい、それであとディミニッシュ、ディミニッシュはこういう感じです。中、ミュート、ヒト、クス、ヒト、ハチ、ペッケ、ナナ、でこの5つだけ覚えとけば、かなりですね、もうほとんどのスタンダード弾けちゃうと。じゃあ早速やってみましょう。もうだからそれであの要は弾き語りですよ、あのジャズ弾き語りおじさんになればいいとね。例えばじゃあカレー入りましょう。枯れ葉よ枯れてる葉っぱは枯れ葉だ、難しいこと言っちゃった。こういうの癖だね。カレーカレー葉っぱね。とまあ余談で話すとね、この6なんてこういう今弾いちゃったコードだけど、こんなこともこのコードが基本になってるんですよ。マイナー6とかだからマイナー7最後弾いてるけど、はい、1曲完成。はい、じゃあみんな大好き I'll close my eyes、I'll close my eyes、 これ全部このコードしか弾いてないですよ。 I'll close my eyes ずーずー、 I'll close my eyes で、 ズマイアイズって分かんないけど、 ズマイアイズで、ズマイアイズっていう言葉は多分今後一生
どれぐらい使うだろうかという、感じの曲でした。アイルクロスマイズね。これ弾けちゃうんですよ。他に何でもあるのかな。何でもいいんだよね。何でも弾けちゃいますよ、こうやってやれば。だからこうやってそのあのいっぱい酒腹でもいいんだよさ、うん、だからこうやってこういう感じで弾けちゃうんで、こうやってもう弾き語りおじさんになってくれればもう簡単にジャズスタンダード知ることできるし、いっぱいこうできるんですよ。今のこれは基本になるコードなので、この基本は絶対押さえた方がいいんですよ。これを基本にテンションコードとか、複雑なコードがなってるってふうに思ってください。この次の動画では刻みの絶対覚えなきゃいけない、ここの紹介します。それでその録音をして、その上でこのメロディを弾いていくっていうことをやれば、人が伴奏した時はもちろんメロディが弾ける、人が弾いてる時に自分が伴奏できるっていうことになると、その時点でもすでにセッションができるようになるんで、次のはね、ちょっと刻みの、実践で使えるようなことを、お伝えしたいかなと思ってますんで、ぜひ。